ノッコンテラさん始まるぜ。レグビー戦くー、林大成ぶち倒しバージョン。よっしゃー、今日も来ましたよ。だ前回ね、ステップで林大成バチバチ言わしたんやけども、あいつ全然集合場所来おへんくて、泣いてんのかな言うてさ、喋っててさ、多分俺泣いてたと思うね。ってなると思うでやんか。だってめっちゃ敵のチャンネルで、僕はあなたに負けましたってこう言わされたわけやから。コンテラダにワンオンワンで負けた林大成です。これは悔しいよ。すごい屈辱やわ。これは悔しい。いやしかしね、またここでまたちょっと勝負したい言うてるから、もう心も体もボコボコにしとるかな思うて。まあでもね、林大成くん、はい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 、まあまあ先ほどはそちらの勝ちということで、じゃあ、はい、いいでしょう。うん、今回はあのこれでちょっとあの勝負つけたいねんけども、はじめチーム戦って言ってたんけど、うん、もうそれやったらちょっと分かりにくいから、もうピンピンで対マンでやろうっつって、大勢 VS ノッコン寺田、大勢のカメラマンのマルコメ VS リーチマイク、これで対マンでやります。ステップで1本、大勢と俺で1本、お前らで1本、これで3本勝負で、はいはいはい、僕ら今1本勝ってますんで、はい、どっちかが勝てば僕らの勝ちでございます、はい、ほんでもし負けたらお互いの、まあ、大勢まだ俺のことあのフォロー返してないねんけど、もうフォローも返して、はいはいはい、固定ツイートで、はい、僕のことを褒め散らかしたツイートを一週間固定ツイートで載せるっていう。これも屈辱な罰ゲームちょっとさせてもらいます。俺ももちろん載せる。え、なんだ、もうずっと仲悪い二人。仲悪い、そのスタイルで行くん。仲悪いこういうとこ、こういうとこか。喋るとことかも、まあ、バチってなるやんか。あ、そういうことな。大勢結婚してんの？結婚してないです。あ、してないの？結婚せえへんの？結婚まあいつでもいいかなって感じですね。ああ、彼女はいてんの？彼女いてないです。あ、いてない。まあいつでもできへんやん。調子乗んねん。よしやろ。え、別にいつでもやるタイミングで。もう終わってるからその話。うわー、じゃあ有名どころ。あ、だってここにあれ一発目に林大成のマネージャーって入ってます。ほんまや。2020年や。2年前。え、これマルコメ？そうです。こんな前からやってんねや、マネージャー。林大成のマネージャー。よう続くな、こんなやつとマネージャー。しんどいやろ。どういうこと？しんどいんかい。あ、嫌味つつい感もありますね。俺昔見たことあんねん、侍罰でおってんな。16。うわ、ほんまや。あ、これでも大学生の時だよな。たら50以上で。50行ったら書いてもらえる。書いてもらえるね。あーはーはー、なるほどなるほど。なかなか行かないって。お前行ったん？僕はやっぱすごかったもん。もうこんな丸褒め、こんな丸褒め。僕はすごかったんでって言ってしまうもんな。こんな丸褒め言ってんねん。一番初めマイルドと丸褒め先行。もういい加減名前言ってやつ。分かりやすいです。ね、ディフェンス有利のあのゲームでこちら勝ったということで、いろいろと調子に乗られてますが、これも僕ら勝ったらガーン行くんで。まあでもこれはほんま逆に言うと俺有利やから。まあまあ体重的にね。そう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 。まあでもまあいけると思うんですね。コンタクトだけはほんま得意やな。はい、このさっき来たでな。はい。ちょっとじゃんけんして。いやー、ちょっと勝った方が選べるって感じ。ああ、そうやな。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。よし。高校で。ナイス。はい。先行いきます。素晴らしいです。マヤさん、ちなみにポジションどこっすか？プロップフッカー。あー、まあ、強いわ。裸足やん。裸足の方がいいの？よし。よし。行きます。お願いします。うわー、おー、91。やっべー。上ね、上なんやな。分かれへんけど、うん、今結構な勢いやったで。そうっすね。 T シャツと顔の色同じぐらいだけほんまに。いやいや、そらやろ。それは俺も大勢と同じ意見。え、俺飲んどった。たまらんな。たまらんな。マジか。これだって、これで勝ったら俺正直大勢と遊びでやったらいいからな。ああ、そういうことな。そうそうそう。ああ、ほんなら、うん、そうできるように頑張るわ。入れますよ、入れますよ。あ、早いな。いや、さっきの。いや、ちょっと待ってや、待ってや、待ってや。いや、ちょっと待ってや。油入れろ。いや、待ってって、ほんまに。ちょっと待ってって。油入れろ、ほんまに。うわぁ、うわ、くそ。138。つながった。え、つながった。いや、長い。長い。いや、結構いったよ。自分なりには。いや、耐えた。迫力やばかったっすけどね。あ、そうなん。はい。あ、もう勢いだけやわ、ほんなら。
まあもう今1日で5分なんでね、確かにそんなあんま上に出ない方がいいっすよ。最初はグーじゃんけん、はい、よっしゃ高校でこれで決まるんで、確かに、まあ、パワーで、せのパワーで負けたこのあれでパワーで負けたってなると、さすがにこれはねやっていけないっしょ。これ僕150キロありますからね。これせやな、大勢君今何キロかなこれ。僕82とか81はあんねん。だから70キロ落としてこいって言ったんですよ。あ、なんでお前が有利な方に行きまーす、はい、ああおらんだ。マジで。どうします、できますか。いや、やるよ。やります、やるやる、いいっすか。もちろん320でエグいんじゃない、頑張ってもらいましょう。じゃあこいつなんか有利になった瞬間めっちゃ喋り早ない、すごいな。 OK、 はい、354、違う違う違う、もうこれ、え、大丈夫ですか、情けなくないですか。え、さっきまであんなになんかギャーギャーやってて、僕の3分の2いいっすよ。ちょっとでも大勢さ、ちょっとごめんな、大勢は確かにこれすごかったね。ちょっとやり慣れてんのかもしらんけど、俺あいつに負けんのも腹立つんやんか。あいつ、いい、いや269っすよ彼。今まで分かったから感覚。あ、まあまあちょっと待ってくださいね。いや、なんかナーラにしようとしますけど、ナーラにしようとしますけど、はい、タックルマシン来ました。小倉勝ちました。僕3分の2以下っすかね。3分の2ぐらいか。の差をつけて勝ちました。負けです。ノッコン寺田チーム負け。おめでとうございます。で罰ゲームか。罰ゲームが何やったっけ。罰ゲームが今から鹿の肉を食べる。はい、罰ゲームが。ガチで言って言うなよ、これはこれガチで言わなあかんの。はい、ツイッターで、うん、固定ツイートで、うん、ピンつけながら、うん、林大成のベタ褒めツイートとさせていただきます。マジしょうもない感じでやったらダメですよ。ガチなんで。それはそりゃそうや、俺は言った以上これはもう本気でやらかかしていただきます、はい、でインスタグラムもしっかり投稿、ストーリーじゃないですよ、投稿っすよ、投稿でやってピン止める。あ、はい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 、それは消していいの、はい、消す、そう投稿は消して、固定は外しますけど1週間で、あ、そう残してますよ。そうだ、そうだ、そんな甘くないです。でもこっちの方がまだマシやん、だってチャンネル始まる前にノコン寺田に負けた林大成ですって言わなあかんわけやな、こっちは。それはありますね。そうそっちは屈辱なんかなって、ステップで打ってるのにノコン寺田に負けた林大成です、これを次の動画あるやんか、誰かと勝負するとか、その時に言うでいいわ、次の1本だけ。ずっとステップの企画の時に言う。そうこっちの方が嫌な感じやろ。いやだって初めてずっとやってるんで、次のコラボまで。まあでもよかったんちゃうかな、いいところで落とし、まあ、そうっすね、お互い得意分野で負けて、でプラス、ガチの3本勝負の勝負に、まあ、負けて、うん、まあ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 いいでしょう。 あとは今日はもうあと酒だけやろ、酒の勝負だけやろな。鹿食いながら、あ、そうそう、酒今からちょっとなんかやりたいらしいんで、打ち上げみんなでね、あの戦った後は打ち上げというのがラグビーのルールなんだ。はい、まあ、けどガチで354はマジ出ると思ってなかったです、普通に。いやだって見た感じからなんかもう勝つ気伝わってきたもんな、お前のなんかもう絶対負けへんぞっていう。で、あのそれはな、なんだからカメラ別々やねん、こう喋らなあかんやん。そういう風に言いたくなる気持ちはわかりますよ。まあ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 な、まあ、はい、抑えて、抑えましょう、抑えましょう。次のやつで、じゃあ勝負しよう。ノーサイド、そう、はい。これがノーサイドでございます。はい。ありがとうございました、林大成さん、はい。ありがとうございました。ということで、ノッコン寺田チームで林大成チームが、勝った、コラボの動画でした。これにて勝負は決着ということで、ノーサイド。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。いや今日ありがとう、林大成。ありがとうございました。でもタックルバック。俺ら買ったけど、マジだけど、まあだってチャンネル登録者数こっち上やのに、なんかお前なんか結構上から結構来るから、結構そこら辺はちょっと謙虚になった方がええんちゃうかな。まあでも呼んできたのはそっちなんでね。いやまあせやけど、まあもうちょっと謙虚に来てほしかったっす。年下やんか一応。まあでもラグビーのキャリアもね、こっちの方がちょっと。お前うるさいな。まあやりましょう。じゃあそういうのはあかんて、あかんて、あかんて。3分の2しか出てないんで、数字。3分の2。あかんて、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 
だからノックン嫌い。